はい、それでは、黒田和義です。今日は牧哲也さんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。成瀬君の時も言ったんだけど、そのギターなんかも今イントロとエンディングさえうまくできるようになったら、なんかそれなりに仕事があるみたいな感じで。ああ、はい。その辺はピアノはどうなの？なんかこう、いやもう非常にわかりますね、うん、というかもう多分やり始めて一番最初に悩まされるのがそこなんじゃないかと思うんで、うんうん、あ、またピアノイントロか、またエンディング回されるのかみたいなのは、うんうん、特に学生の頃はずっとプレッシャーだった気がするんですけど、うん、まあそうですね、まあ当時の自分にこうもし言ってあげるんだったら、うん、まあなんか3パターンぐらい、なんかこうとりあえずこれやっとけみたいなのを持っておけば大丈夫じゃないかなとは思いますね。まあね、あんまりどれもなんかパターンでとか、最後のまあケツ8ってよく言うけど、最後の調節とかをなんか、はい、まあ、普通にちょっとアドリブするみたいに弾けばそれなりにうまくいったりするしね。まあ、そうですね。あとなんだ、循環、まあ、曲にそういう循環とかペダルとか、はい、まあ、その辺持ってたら全然平気だよね。だからそう思いますね。ね、黒本のこの曲にはこのパターンとこのパターンがハマるみたいなね、はい、うん、俺も結構一緒に作ったよね。だからその黒本のこの曲は、はい、この曲はこのイントロとかこの曲はみたいな、あ、はい、一時期そういうの一緒にやったと思いますが、そういうまあ3パターンぐらいを覚えておけば大体なんかハマるかなって感じだよねと思いますね。うん、いや、曲、知らない曲の場合はどうするんですか？知らない曲の場合は、うん、まあそうですね、まあ正直にお断りするのがひょっとしたら一番いいかもしれないですけど、まあ、まあ、まあ家に帰ってこうすぐ聞いてとか、うん、でまあどうしても弾かざるを得ない場合であれば、まあ、ピアノに関してはもう間違えるぐらいならお休みしてた方が良かったりすることってよく、うんうんうん、本当によくあるので、まあこうじっとこう弾かなきゃいけないんじゃないかってこうプレッシャーをじっと我慢して、うん、まあこう本当に弾ける最低限の音だけ弾くというか、うん、まあなんかこうそれがまあ全てもの手かなと思って、うん、まあベースがいるとそれなりにコード進行出るからね、やっぱり。はい、うん、だからピアノそんな弾かなくても分かるとこから、はい、ね、分かるとこだけ弾けばいいしみたいな、そんな全部弾いてなきゃいけないっていうのはまあちょっとそれはまあみんなそう思うけどね。うん、まあバンドジャムセッションでベースがいるんであればそんなにそこまでね、大変でもないかなって感じかな。そうですね、はい、やっぱりでも最初のうちはどうなんですか、やっぱテンションを入れるとか3度と7度とかだけ弾くとか、はい、なんかそういうのはなんかもうパターン、でもなんかマキがパターンがあるとか言ってたもんね。そうですね、奈良さんの上の時はここがこのパターン、ここがこのパターンっていうのが、あ、そうですね、はい、それはまあちょっとこう習得するの時間かかったんですけど、うん、とりあえずコードトーンの3番目と7番目の音、これがまあ割とピアノのボイシングで、うん、基本になる音なんで、うん、まあそれを割と下の方に持ってくる、うん、でその上にその他のコードトーンとかテンションノートを持ってくると、うん、響きが安定しますね。なんかそれこの間なんかプリント作ってくれてたよね。あ、作ってました。ボイシング、両手ボイシングだったかな、C のブルースで確か作った。あ、ありがとうございます。はい、じゃあその辺もなんか視聴してほしい方がいたらなんかお渡ししちゃってもいいですかね。あ、はい、もちろん大丈夫です、ね、はい、ありがとうございます。では上達のポイントということでですね、さっき言ってましたが、ジャズを始めたばかりの自分に今の自分が引き上げたいことっていうか、はい、どういうふうにすればこう上手くなっていく、なんかまあやり始めた頃ってすごいこう課題だらけでなんかゴリ夢中になるわけじゃん、はい、そういう時はなんかそういう時の自分に対して、まあ、何を悩んでて今の自分としてはどういうことを言ってあげたいと思いますか？そうですね、まあまあ、僕はもう最初から音楽大学に入ってもうプロとしてやっていくことを志してしまってたので、まあ、僕自身へのアドバイスは、まあ、当然辛口になりますね。ちゃんと先生から言われた課題を守りなさいとか、ちゃんとご挨拶しなさいとか、学校からちゃんと出て学生のうちになんかちゃんとコネをねこう大切にしなさいとか、そう、それは思いますね。学校に音楽大学にいたので、なんかここでこう最低限教えられたことをやれば大丈夫じゃないかって思っちゃってたところは絶対あったと思うんですよね。うんうん、で、卒業して、なんかそうじゃないことに気づくんですよね。はい、それは、まあ、音楽大学に入ってっていう、なんかなかなか特異な
状況に対するアドバイスなのうん。で、そうですね、もうちょっとそうじゃなくて、一般レベルであれば、まあ、ジャムセッションってどこか、やっぱりいつも僕、会話に近いものがあるなっていつも思っているんですよね。で、まあ、もう難しいことを承知で言うんですけど、できるだけこう、その時一緒に演奏している人の音に耳を澄ませるのが、なんかこう、一番いいんじゃないかと思いますね。そうこう、ね。ピアノだからでは、じゃなくて、こう、ドラムのパターンとか、フロントの管楽器の人のフレーズからとか、絶対にこう、得られるものはありますし、こうそこからこう、じゃあ、ピアノ、じゃあ、自分でやって弾こうとか、絶対ありますし、まあ、あるいはこう、自分が、ジェムセッションとか行くとね、当然自分以外のピアニストもいるでしょうから、他の人の演奏を聴いたりとか、まあそうやってこう、自分のことでいっぱいいっぱいになっちゃうのは山々なんですけど、できるだけこう、そうやって、早い段階から、他の人の音にこう耳を澄ませる習慣を持ってほしいなとは、当然、まあこう、今ぐらいの、まあ僕ぐらいの、レベルになって、なっても、他の人の音を聴いて演奏してるに決まっているので、そういう習慣はなんかちょっと早めに持ってほしいなとは、ですね。ね、朝なんかこう、俺なんかこう、今こう、ジャムセッションとか見に行くというか、うちの生徒さんがね、こう、なんかこう、セッション行くとどうやって何やっていいか分かんないから、たまーにこう、一緒に行ってあげたりとかするんだけど、例えばうちのコミュニティの生徒さんとかと一緒にセッション行ったりするけど、まあ、比較的こう、上手な人の集まりの時は何も問題ないんだけど、あまりにもこう、レベルの低いジャムセッションに行くと、もうみんながみんな他人の音が聞いてないから、で、しかもフレーズがこう、もうただスケールの音を行ったり来たりしてるだけだったりとかすると、もう左手入れようがないというか、なんか他人の音聞いても何をしていいか分かんないみたいなね。まあ、だからまあある程度、なんかこう、文句言われてもいいからちょっと上手な人のセッション行くっていうのも大事だよね。その、それはありますね。ね、聞いてても結局うまくならないっていうのもあったりするし、それは確かにあると思いますね。なんかみんなリズム崩れてるとか、みんななんかその音楽的に間違ってる音出してるわけじゃないんだけど、なんかただ混沌と音出してるだけだったら、なんか他人の音聞いてもあんまならんしねみたいな。あそうとですね、こそういう懸念はやっぱありますね。うね、客観的に見れないとちょっと難しいところはあるかなみたいなの。でも他人の音聞くっていうのはすごい大事だよね。まずは聞いてからなんかこうやらないと、決めつけてやっちゃうとどうしても他人なんか自分の音が大きくなりすぎて他人の音聞こえなくなっちゃうもんね。その辺はやっぱあったりするかなとは思いますね。そうね、やっぱりジャムセッションだから、ピアノの人がジャムセッション行くとやっぱりドラムなんかよりもずっとずっと責任重い気がするんだよね。なんかこうピアノの人ってこう、なんかドラムってまあまあある意味ドラムはもうなんていうか、蚊帳の外に出されるというか、もうドラムが、一緒にやってるけど全部無視されるみたいなことにはなりがちだけど、ピアノってやっぱりこうなかなかそうもいかないじゃそうですね。ん。そうなるとやっぱさっき言ってみたみたいに、やっぱりこう分からないとか無理に弾かない、邪そう、魔そをれしはありますね。ない。意外とピアニストである自分自身がなんかこう弾かなきゃって思っちゃっているというか、僕に限らずおよそ多くのピアニストはなんか最初そう思っちゃってる気がしますね。なんかこういっぱい弾かなきゃって思っちゃってる気がしますね。陥りがちな症状というか。だから全部説明的なこうコンピングとかね、しちゃうことはあるけど、正直ベースに任せちゃえばそのまま過ぎていったりとかするからね。そうですね。なんかその弾きたいなと思うところだけ弾けばいいのになって思ったりするけど、ベースはそうもいかないけど、そうなんですよね。ね大変だなと思います。え、ねえ、まあ、ピアノはそういう意味ではもっとなんかこう他人の音聞きながらこうなんか自分のやりたいところだけできるところだけ弾けばいいのになって思ったりすることはあるってことだよね。なるほど、ありがとうございます。というわけで、まあジャムセッションに今行ってこう悩んでる人にとってみたら、やっぱりまずはこうメロイントロエンディング3パターンぐらい覚えてそうですね。ね、で、まあ曲もあらかベースのあらか多分この後の対談になるので、もう話はしてあるんだけど、まあ、彼はその先輩に言われたけど、自分の持論で50曲って言って、僕は先輩に言われたのに昔8曲って言われたんだけど、とりあえずそれだけ覚えとけみたいな。その辺はピアノって言うと、ピアノ的には何曲ですか？何曲だろう。
結構、でも僕、学生の頃に数えたとき、確か50曲ぐらいあったんですよね。なるほど。そんなにこう怖くないジャムセッションであれば、確かに、50曲、50なん曲。か間違ってない気がしますね、50ね。曲ぐらいはだい。で、あとは、なんていうか、こう、すいません、自分、まだ初心者でこう弾ける曲少ないんですって、こう、あらかじめこう言える状態であれば、もっと少なくても、もんね。大丈夫か。大丈夫だと思いますけどね。ね、だからピアノって結構すごいじゃん、なんかこう、オーニストロジーとか、はい、じゃあユニゾンしてみたいなさ、こうやってあやるってりとがとこあうるごわけじゃないですか。ざいます。知らんちゅうねんみたいな。で、こそうれ、ですね。知らなかったらどうしもお手上げじゃんね、あれ初見で弾けるもんなの？クラシックの人と弾けるのか、あれって。そうですね。それはもう出身の違いですね。楽譜に、音符に強い人はいるので、まあ、ただ、イントネーションがこうどう違かうはわもんからない。ね。結局難しいと思いますね。やっぱりね、そういう意味では。はい。まあ、やっぱりそのいろいろ曲聴き込んで50曲ぐらいがやっぱりスタートラインなのかな、やっぱりね。とりあえずは。とりあえずは。はい。逆にそれだけ覚えたら、もうある程度、自信を持っていただいていいと思いそうまだすよね。ね、むしろはい。ね。まあ、10曲、20曲でも顔出しつつ、仲良くなりつはつ、い。まあ、この辺の曲は弾けますって言っときつつ、みたいな感じで、まあ50曲ぐらいかな、50曲、まあ、50曲ぐらいあればかなり自信持っていい感じだよね。そう、前にだから、うちの大学のね、生徒さんボーンって聞いて、結構吹けるサックスのね、子がいて、で、黒帆の曲何曲覚えてるって言ったら、大体、全部見ずにできるのは10曲ぐらいですって言ったけど、その時に、まずは100曲って言ったら、1年で覚えたね。ああ、そうですか。すごいね。ケイコリーさんは、やっぱり、あんた曲、お前曲知らねえんだわって言われたらしくて悔しかったから、あの人、ピアノボーカルだからさ、1日1曲覚えて1年365曲ぐらい覚えたって言ってたね。すごいね。だって歌詞を覚えて、です歌詞ね。とコードを全部1日で覚えていくっていう感じで、まあもちろんその覚えきれないと次の日に回したりとかするんだろうけどね。この間も聞いたけど、もうそれぐらいの勢いで覚えたねっては言ってたね。きっちり毎日じゃないけどみたいな、それぐらい、まあ1年300曲ぐらいは覚えたと思うって言ってたから、まあ頑張れ。歌詞難しそう。歌詞難しいよ ね、はい。多分。っていうか歌詞っていうか、英語だけで多分もう1曲目で挫折しそうみたいな。そうですね。まあ、All of Me とかぐらいだったらいいけどさ、例えば、Everything Happens to Me とかだったらさ、ちょっとそこね、ちょっと嫌ですね。かなり歌詞多いしね、そういうのもあるかな。まあでもその50曲ぐらい、まあ50曲とは言わないけど、50曲ぐらい覚えると結構、なんか、まあ、抜きんでるというわけじゃないけど、まあ、かなりの、ね、なんていうの、もうこういても安心って感じにはなってくるよね。50曲後そう思50いますね。はい。曲ぐらい覚えるとパターン似てくるからね。そうですね。なんかこう、パターンが見えてくるかなとは、なんかこう来たらこう、みたいな感じかな。はい、というわけで本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。牧哲也さんでした。あはりい、がとうありがございとうごまざしいまた。した。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作るときのモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。